この青汁入れました。ビタミン C も 3.5g 入れました。 3g から 5g です。そしていつものマグネシウム5滴。ビタミンミネラルサプリメントです。マルチビタミンマグネシウムクロロフィル、これはロイヤルゼリー的な感じで、あとは鉄分とかかな。はい、グラスフェットプロテイン、放牧牛で育った牛さんから取れた、ミルクで作ったプロテインかな。とグラスフェットバターを 5g、 ちなみに水の中には、水素が発生する機器とモンゴリアンベリーが入っております。甘味料忘れた、ステビア系です。とりあえず朝飲むやつ、これよりももっと飲むかな。もう一杯ぐらい水飲む感じだと思います。そうすると300、300、300、全部で300、500か、1.5 リットルぐらい、2リットルぐらいかに午前中に飲む感じです。はい、ただいま13時でございます。1食目を食べます。こちらは、今ね、本当はね12時から食べたかったんだけど、ジムの会議があったからちょっと遅くなって1時にずれ込みました。お腹はいい感じで空腹状態でございます。はい、これはね、6種の彩り野菜、最近はね半分にしております。多すぎると咀嚼が大変になりすぎちゃうからね。まあでもこれ、かさ増し食材としてこれを取ると。で、膝軟骨はめちゃめちゃハマってるやつです。はい、これを全部使います。で、納豆、これは引き割り納豆です。で、これも入れる。豆腐、そうめん、はい、で、しめじ、で、カッテージチーズ、で、だしだですね、お決まりの。これを全部、チャーハンみたいな感じにするというところです。で、デザートにカッテージチーズ1個、ピアココア、10g 入れるんですよ。で、これもね、1杯入れる。1杯ですか、2杯くらい入れるかな。エビスリトールですね。はい。で、琉球黒蜜。これ最近見つけたんで、今までは、まあ、これ使ったりだとか、ゴールデンファーム使ったりしていたんですけど、はい、黒蜜を使います。で、プログラノーラ。はい、これは、1食 34g で 92kcal。これ、そんだけ入れるかな。半分かな。どうしようかな。はい。で、これ買ったやつ、はい、やっていきます。半分残し、あと忘れてたアボカド、これは 50g 入れます。これも忘れてたシーフード、シーフードミックスですね。これも 100g 入れます。軟骨チンした、出した、2食分ぐらいかな。こちらは粒タイプのカッテージチーズ、カッテージチーズ使いすぎちゃってるな。で、これに最後の味付けにちょっとスパイスをね、辛くすると、発汗作用がある感じになっててね、しかも、早食いを抑えられる感じになるんですよ。最後に納豆です。納豆は、高温でやりすぎると菌が死んじゃうっていうからね、まあこれでもちょっとは死ぬんでしょうけど、死に率を少なくするために最後に入れる豆乳。さて、出来上がりましたので、いただきます。最近はね、
大食いというか、なんか、たくさん食べ過ぎないような感じにするために、ちょっとちっちゃくしてます。いただきます。めちゃめちゃうまそうやん。これでね、1200キロカロリーぐらいかな。うまい。これ今ね、いつもだったら多分5回噛んで飲んでた感じなんですよ。でも最近は30回から50回噛むようにしてる。うん。そしたらやっぱ食欲が抑えられる。やっぱ咀嚼をすることがめちゃめちゃ重要。前の動画でね、話したと思うんですけど、16時間断食と、ね、小食の、ね、結果まとめみたいな感じ。うん。やっぱ咀嚼はめちゃめちゃ必要だわ。うん。消化エネルギーの節約にもなるし、ね。代謝、食事誘発性熱産生かな？とか、そういうのも上がる。あ、つうか普通にね、代謝が上がる。噛むことによってね。うん。こんだけのかさ増し食材ですし、軟骨とかも入ってるし、食べ応えがめっちゃあるから、ね、全部、しかも、噛まなきゃいけないからね。時間かかるんすよ。これ多分20分とかかけて食べる感じになりますよ。うん。いつもだったら本当に5分でなくなるけどね。それのうちは4倍ぐらいになってるってことですから。はい。そういう感じで、今ね、1日2食で、朝食気味にしてるわけですから、朝食気味にしたいわけですから、食欲を抑えるために、いろいろね、施策を打ってるわけですよ。はい。でね、あともう一個言うならば、この食事ね、こんだけ大量に全部1200キロカロリーって言いましたけど、全部用意しちゃう。カッテージチーズも全部入れた。そうすると、食欲が落ちるんですよね。少しずつ小出しにしてくるのを食べちゃうみたいな感じあるじゃないですか。でもなんか、食卓にバーっていっぱいたくさんある状態だと、食欲が、ね、落ちがちになると。それを狙っているわけですよ。うん。で、これだとしても全部作って全部食べなきゃってわけじゃない。これも食べて、ちょっとお腹いっぱいになってきたかなーって思ったらもう半分ぐらいで、またラップかけててもいいかなって。ね。俺が一人で食うだけのことだから。これもそうです。うん。まあ食べてたらもう全部食べちゃってもいいんですけどね。まあ食べれちゃうんですけど。うん、今これぐらいの感じだったらね。でもなんか、食欲がちょっといっぱい、もういいやってなったら、止めてもいいっていうような感じにする。うん。だからこれはもう、勇気を持ってね、全部でかく、ドンと出すことが、今できる感じですよね。残しても置いとけばいいみたいなね。おい、こんなに量ですからね。プログラノーラも1食入ってますから。はい、34g。そんな感じで1食目でございます。すごい時間かけてね、噛むから、この動画には収まらないから、はい、とにかく20分くらいかけて食べます。今こっち来て食べてたんですけど、食べ終わりました。めちゃくちゃ美味しかった。全部食べちゃった。で、かかった時間として30分以上かかった。さっきの動画を、動かし始めた時からだから、まあ30分から35分ぐらいですね。めっちゃかかった。あー、なんかもうね、いい感じで、とどめにこの水をね、最後に飲むと。これで余計に満腹。前とか自分これ2000キロカロリーから2500キロカロリーぐらい取ったんですよ。今計算したら1200ぐらいでしたよ。本当に半分になってる。すごいですね。本当に空腹感で鍛えられるっていうのがめちゃくちゃわかりますわ。まあそれには物理的なテクニックだったりとか、精神的なテクニックだったりとかあるんですけどね。はい。ということで、ごちそうさまでした。
さて練習から帰ってきました。今日の2食目です。時間は7時。プロテインパンケーキ食べます。しかもちょっと新しい感じで食べます。絶対美味しくなる。プロテインパンケーキ1食分160キロカロリー、美味しい無調整 100ml、 バナナ1本、多分 100g ぐらい、ちょっと柔らかくなってるからいい感じですね。で、卵2個使ってみようと思ってます。で、そばの実 20g という感じです。はい、70kcal ぐらいですね。で、 95% カカオチョコ。これね、単体で食うと美味しくなさすぎるから、ね、この感じで入れれば美味しくなるでしょうと。うん、バナナ1個だけだったらちょっと甘さが足んなくなるかな。どうだろうね。あ、これがちょっと甘さあるか。あ、でもな、足りるかな。はい、で、あとはオイコス混ぜるかどうか。まあ、これはちょっとね、やってみますわ。はい、今これもうプロテインパンケーキを入れたところです。そばの実、で、オイル、オリーブオイル 5g ぐらい。あ、思えばこの深箱でホットケーキ焼くの初めてだ。めんどくさいからこれにした。もう、おー、一気に沸いたらダメやんか。やっぱりこうなったか。薄く少しずつやった方がよかったな。最後薄いからもういっか。めんどくせえ。そばの実がすごい。ちょっとやばいことになったな。ちょっとこれスクランブルエッグにしたのか。もう、おお、でけたやっちゃったよ。初めてこんなになったの。深箱でダメだね、あの量をやるの失敗この黒い感じになっちゃった。美味しいのかな。まあでもね、栄養価はいいですから。めちゃくちゃね、見たでしょちょっとこれどう食べよう。これはもうフォークでいいよね。こっちのが先にできたからこっち食おうか。はい、ちょっとこれ食べてみましょう。とりあえず咀嚼がめっちゃしないと。うん、バナナのフレーバー、そば粉のポリポリぐらい。あ、美味しい。普通にめちゃめちゃうめえ。味が美味しければいいんだよ。うん、でもこれ咀嚼があんまりいらない感じのパターンですね。でもそば粉があることによって咀嚼がしなきゃいけないという意識が立ちますね。はい、うん、美味しい美味しい。うん、でこっちもね、ちょっと食べてみましょうね。見てこれこんなの初めて。これ出されたら入って何だと思いますかね。ブチ切られますよね俺が料理人だったら。うわ、でもすごい、なんかさ、見て、でも美味しそうですよ。そばの実はちゃんと食感残ってて、っていうか、むしろこっちのパンケーキより全然美味しい。なんかこれいいかもしんない。これめちゃめちゃいい感じ。美味しい。めちゃめちゃ見た目悪いけど、めちゃめちゃ食感がいい。ぬめぬめぬめ、ポリポリポリ、美味しいって感じ。うん、相変わらず顎がまだ痛いですよ。慣れてないです。筋肉痛な感じがしてます。でもとりあえずなんか1850キロカロリーぐらいかな、今日も。今日ね、走って
で、7、8キロぐらい走ったかな。8、9キロ、8.5 キロぐらいだ。走って、今日はたくまくんとスパーリングしてた感じだったんですけど、パフォーマンスとしては、ちょっと浮き足立っちゃってる感じ。俺の体が軽すぎてる感じ。まだ、そこにうまく適合していない感じがあるけど、でもすげえ体調がいいし、体は軽い。うん。なんか、エンジンはそのままで、車体だけ軽いみたいな感じだから、ヒューンって上に上がっちゃうようなイメージだから、もっと脱力をして、土台をドンと落とす感じにすれば、これが適合していきそうな感じがする。うん。これは体が軽くなってくると、やっぱ体調が良くなって日常生活いいんだけど、俺の場合はパフォーマンスが落ちるのが嫌だから、うん、そのパフォーマンスを合わせていくだね。うん。体が軽くなっていくことに、それをやっぱり感覚として落とし込んでいかなければいけない。これの作業が必要。うん。たくまくんと話したけど、重さとしては、全然重く、な左ミドルとかも全然重かったですみたいなこと言って、ね、もう軽く、今体重が軽くなってることも全部言ってたんですけど。うん。という感じですね。あと、首相撲とかも全然弱い感じはしてなかった。あと、もう一個言えば、俺らみたいな、その階級別の人って、体重が落ちたとしても、ね、今までスパーリングやってた人からすると軽いかもしれないけど、契約体重落としちゃえば、会長にお願いして体重を落としちゃえば、問題ないから、そこら辺はね、感覚があって、パフォーマンスが良くなっていけば、全然いいと思います。はい。これ、今1日2食で16時間断食で、やってますけど、これがアスリートとかにも適応してくる感じがするね。これ1日1食とかやってる人とかもいるじゃないですか。内村航平さんとか。あと、なんとか軽い手になんとかニクスみたいな体がすっごい体の人もいるんですけど、その人とかもカロリーがめっちゃ低カロリーで体が作ってる人とかもいる。そういう風にちゃんと適応能力って人ってあるから、そこまで持っていこうかなと。でもわかんないけど、2000キロカロリー弱。まあ、空腹力もな、鍛えられてるんですよね、最近めちゃめちゃ。だから今後、どんな感じになっていくのかわからないですけど、でも、とにかく、空腹によってのストレスはかなり軽減されてる感じのイメージかな。はい。だから、まあ、家帰ってきたら、もう早く食べたい、早く食べたい、早く食べたいって前は思ってたんですけど、その急ぐ気持ちがなくなってきた感じですね。はい。ちょっと長くなりましたけど、1日2食、16時間断食のフル食をお見せいたしました。はい。こっちから食べないとね、ちょっと冷えちゃうから。ということで、終わります。さようなら。